工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、ドゥドゥーン、板、ただの板なんですよ。で、こちらダイソーで買ってきました。ダイソーといってもね、確か300円ぐらいで100円ではない商品です。こちらを使って私、シルバニアファミリーにお庭を作ってあげたいんですよ。それであんまり高い材料はね、ちょっと大変なので、できるだけ100均のもので仕上げていきたいなと思います。で、今回ね、この動画1回だけじゃ多分終わんない、やりきれないと思うので、数回に分けてお届けしていく形になると思います。よかったら完成まで見ていってください。それでは早速作っていきたいと思います。それでは最初は庭の下書き、下絵部分を作っていきたいと思います。きっとね、結構大事な作業でしょう。で、私の理想としては石畳エリアが欲しいんですよね。なので、この辺をちょっと石畳エリアにしよう。よし。そしてこっちをね、芝にしたい。なので、どこまで芝がいいかな。結構広くていいと思うんだ。こう持ってこようか。こんな感じで芝。うん、見えてきた見えてきた。ここはなんか歩けるように道路っぽくしとこっか。道です。で、ここが多分隙間空いちゃうので、ここには砂利を敷き詰めていきたいと思います。よし、これで大枠完成ですね。この一本道はベージュで塗っていこうと思います。おっと、続いてこちら石畳ゾーンです。ここは茶色で塗っていきます。まだこんだけしか塗ってないけど、ちょっと雰囲気出てる気がしないか。もう一個ここ増やしちゃおう。よいしょ。はい、こんな感じでいいと思います。あ、全然ダメだ、この辺全然塗れてなかった。そして最後、芝のゾーンです。で、芝のゾーンはこちら、じゃじゃーん、ダイソーで緑のマットを買ってきました。これをこの形に合わせてカットして貼っていきたいと思います。ちょうどぴったりかな、若干足りないかな。ちょっと合わせて切ってみましょう。クッキングシートを一回引いて、そしてこの線をマッキーでなぞっていきます。描いた線に沿ってハサミで切ります。よいしょ。そしたらこのグリーンのマットを当てます。で、合わせます。そしてこの位置からこの紙をずらさないようにくるっとひっくり返しますよ。そしたらマッキーを使ってここをヒューッと線をなぞっていきます。そしてこれをハサミで切ります。あ、若干違う。ここに隙間できちゃったので、このクリーム色、ここにも塗っていきたいと思います。絵の具が乾いたら木工用ボンドで緑の敷物をつけていきます。適当に伸ばします。端っこを合わせて、こんな感じかな。結構いい感じじゃない？これ、芝っぽい。ここの若干足りなかったところ、ここに合わせてカットしたので、これもくっつけていきます。ボンドを適当に塗って、で、くっつけます。あ、いい感じに馴染んでる馴染んでる。いいんじゃないかな。ねえ、次はこっち側の石畳の方を作っていきましょう。
日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。またこの作り途中のお庭なんですけど、こういうもの置いてほしいとか、何かリクエスト作ってほしいなどありましたら、ぜひぜひコメント欄に書いていってください。それではお庭作り第2弾もよかったら見てください。今日はこれで終わります。バイバイ。Thank you.